参議院議員の吉良よし子さん、6年前の選挙で、初当選。私はあの時に、ブラック企業根絶ということを訴え、本当に頑張ってきた。そしてブラック企業の実名公表を実現してきた。これは本当にすごいことだというふうに思います。それでは日本共産党、吉良よし子参議院議員ご紹介いたします。お集まりの皆さん、そしてご通行中の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、私、日本共産党の参議院議員。今度の参議院選挙でここ東京選挙区から2期目を目指してまいります、吉良よし子でございます。私、吉良よし子、今の政府安倍政権を終わらせて、誰もが誇りを持って働いて希望を持って暮らしていける十人十色の人生をしっかり支える政治こそ実現したい。そのためにどうか今度も必ずここ東京から参議院へとお送りください。どうぞよろしくお願い申し上げます。何より私は絶対に諦めません。あなたの声を聞くことを、そしてその声を政治に届ける、そのことを実際皆さんに国会へと送り出していただいてから、この6年は皆さんの声を届け続けた6年です。ブラックと呼ばれるような長時間過密労働で疲弊している労働者の皆さんの実態を、高すぎる国保料の下で子どもの保険証まで取り上げられたシングルマザーの方の声、厳しすぎる下着の色まで否定する理不尽なブラック校則に傷つけられた女子高生、こういう一人一人の痛みに寄り添い声を届ける活動を続けてきたんです。この活動を通して私が今実感しているのは、圧倒的多数の人々がさまざまな苦しみや痛み、困難を抱えて暮らしているということです。アベノミクスの成果、日本の全国津々浦々に広がってなんかいないんです。例えば学生、今や2人に1人の学生が奨学金を借りないと大学に通えません。奨学金を借りた学生は卒業と同時に数百万円の借金を背負ってしまう。でも低賃金で返済が困難になっている。2017年度この奨学金返済が困難で自己破産に追い詰められた人の数2447件、過去最高に上っています。 IT 企業に勤めていたある女性は、奨学金を返さなくてはならないからと毎月2万円ちゃんと奨学金を返すため、長時間労働でも無理して働き続けた結果、体を壊し鬱になり入社4年目で自ら命を絶ちました。国の制度であるはずの奨学金でなぜ若者たちが人生を狂わせているのでしょうか。なぜ2人に1人の学生がそんな奨学金を借りないと大学に通うことすらできないのか。これは今の政治変えるしかないんじゃないですか。高すぎる学費を今すぐ値下げする、奨学金返済で苦しんでいる人々の負担を軽減して救済する、これは国の仕事であるはずです。だから私は国会で何度も何度も首相にも文科大臣にも言いました。高すぎる学費を今すぐ下げるべきと。しかし首相も大臣も学費を下げるとは言いません。それどころか消費税増税に伴って各大学が学費を値上げすることも
容認するというんです。おかしいじゃないですか。だって首相は消費税増税しながら教育無償化進めると言っていたんじゃなかったか。なのに学費の値下げはしない、値上げをも認めるという人たちに教育無償化語る資格などありません。無償化というなら学費の値下げこそが必要だ。この声を今度の参議院選挙で大きく広げていこうではありませんか。財源ならちゃんとあります。何しろ今の日本政府、アメリカ言いなりに1機100億円もする事故も起こした F-35 戦闘機100機以上爆買いすると言っている。だからお金がないなんて言わせません。こういう無駄遣いをやめさせていけばいいんじゃないですか。そしてアベノミクスで減税続きの大企業の皆さんに中小企業並みに課税すれば4兆円の財源が生まれます。高額所得者の皆さん、所得1億円超える皆さんにも応分に税金を支払ってもらいましょう。それで 3.1 兆円無駄遣いの削減も合わせていけば全部で 7.5 兆円財源確保は可能です。さて先ほどの学費無償化、学費の値下げ、すべての大学、国立公立私立の大学の学費をすべて今すぐ半額に値下げするのに必要な予算の額は1兆円。先ほどの 7.5 兆円のうちの1兆円すぐにでも実現できるじゃないですか。ぜひとも皆さん、この増税に頼らない学費の値下げ、今参議院文教科学委員でもある私日本共産党の吉良よし子にやらせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、増税に頼らなくても 7.5 兆円財源確保は可能だと言いました。だからこそ無法な消費税増税は今こそやめさそうじゃないですか。教育とか社会保障とか国民の切実な要求を人質に増税を押し付ける、何かといえば消費税、こういう政治の在り方を根本から切り替えてまいりましょう。ありがとうございます。そのためにも必要なのは一人一人の所得を増やす改革です。何よりも働く皆さんの賃上げこそ私は今すぐ実現したい。これなかなか中小企業の皆さんができないっていうんです。だったらばその支援の額を増やしましょう。何しろ今の政府の賃上げのための中小企業支援予算は7億円、1企業あたりたったの200円、これでは賃上げできません。これを1000倍に増やしていく、7000億円に増やせれば全ての企業で賃上げが可能になるじゃないですか。先ほどの 7.5 兆円使いながら中小企業支援して今すぐ最低賃金時給1000円に1500円目指しましょう。8時間働けば普通に暮らせる社会こそご一緒に実現しようではありませんか。もちろん働く皆さんの賃金だけじゃない、下がり続けている年金も 7.5 兆円使って増やしていこうじゃないですか。こうやって賃金や年金や一人一人の所得を増やす、一人一人が豊かになれば無理な増税押し付けなくてもおのずと税収は増えるはず、景気だって良くなるはず。こういう当たり前の政治こそ、一人一人を応援する政治こそ私たち日本共産党とご一緒に実現しようではありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、私はやっぱり一人一人が女性でも男性でも LGBT 様々な性を生ける全ての人が自分らしく自由に堂々と生きていける社会こそ実現したいと思うんです。何しろ今の社会あまりにも息苦しい。女性だからハイヒールを履くべきだ、低賃金でも我慢しろ、男性だったら長時間労働は当たり前、
結婚したら3人以上子供を産んで母親ならば子供をしっかり育てるべきだ。これだけべきがあふれているこの世の中、あるべき姿を押し付けるこの呪縛をこの社会から一掃していこうではありませんか。だから私は国会でもこの問題意識的に取り上げ続けてまいりました。女子高生高校生たちを痛めつける学校の人権侵害の校則をなくせと求めてまいりました。あらゆる職場のハラスメント差別をなくせと訴えてきた。先日国会で取り上げたのは就活セクハラの問題です。就活セクハラ、被害に遭っているのは女子大生だけではありません。男子学生も面接の場で経験人数は何人か、こんなことを聞かれるというんです。中小企業の社長から愛人になれと言われたとか、 OB 訪問に行ったらば家にしかない資料があるなどと言われ、ついて行ったら性暴力の被害に遭った。その被害は本当に深刻です。それなのにこの就活生のセクハラを防ぐ法律がこの日本には一つたりともないんです。だから多くの学生は被害に遭っても泣き寝入り、行動を起こそうとしても裁判に訴え出るしかないんです。それじゃあダメだ、就活生もちゃんと守れる法律こそ作るべき。国会で私は質問しました。驚いたのはその質問が終わった後、野党の議員、そして与党自民党の議員からも就活生を守る法律がないのは問題だ、改善していかなきゃいけないね、こういう声が寄せられたんです。皆さん、これはチャンスです。問題意識を持った与野党を超えた超党派の議員に呼びかけていくならば、新しい制度法律が作れるかもしれません。そういう目が出てきている今、私日本共産党の吉良よし子、ここで国会議員を辞めるわけにはまいりません。必ず2期目も当選して就活生も含めた全てのハラスメントを禁止する、その法律を作りたい。この仕事を私にやらせてください。2期目も必ず国会へお送りください。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、ご一緒に誰もが自由に平和に暮らせる社会を作りましょう。そのためにも今の政治大きく変えることが必要です。野党の議席、とりわけ日本共産党の議席を増やしてほしいと思うんです。何しろ日本共産党の議席は痛みに寄り添い声を届け政治を変える議席です。私自身も忘れもしない2015年、安倍首相と初めて直接対決したその質問で取り上げたのはすき家で働く労働者の実態です。労基署から104件も是正勧告出されていたのに無視し続けていたすき家です。こんな違法を繰り返す企業を野放しにしておくのはおかしい、企業名公表が必要だ、求めた結果、今現時点厚労省は違法を繰り返すブラック企業の社名公表制度を実現しているんです。そしてその制度で社名公表されるのを恐れた三菱電機という会社、過労死の原因となっている裁量労働制という働き方、社内から一掃する決断も行った。ブラックな職場で苦しめられている労働者が諦めず職場を変えたいと立ち上がった、その声を届けた日本共産党の議席とで一緒に勝ち取った企業名公表制度が今現場のブラックな働かせ方をなくす力になっています。そうやって皆さんと一緒に政治を動かし社会を変える日本共産党の議席こそ今度の選挙でもっと大きく躍進させてほしいんです。比例では日本共産党大きく広げ抜いていただいて、小池晃さん含め7人への躍進、何としても
勝ち取らせていただきたい。そして東京選挙区は私日本共産党の吉良よし子、痛みに寄り添い声を届け続けた6年です。もっともっと届けたい声がある。だからこそ皆さんのお力で2期目も再びここ東京から参議院へとお送りいただきますよう心からお願いを申し上げまして、この場からの伝えといたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話